こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロ U の春夏の新作、こちらがですねホームページで画像が見れるようになりましたので、そちらを見ながら僕たち大人の男性でも着こなせるものはどれなのか、これをですね皆さんと一緒に見ていきたいなというふうに思っています。ユニクロ U の新作というのはですね、実際の季節とちょっとずれるところがありまして、今は1月上旬なんですが、この時期にですね、新しい春夏の新作が出るわけなんですね。ユニクロのコラボレーション、他にもプラス J だとか、JW アンダーソンだとか、先シーズンでしたらホワイトマウンテニアリングのコラボレーションとか、様々なこういったコラボレーションラインがあるんですが、その中でも一番早く発表になるのがユニクロ U なんですね。その結果、ちょっと今ですね、一番寒い時に春夏の商品を見るというところで、少しですね、感覚のズレがあったりするわけなんですが、必ず季節は巡るわけなので、なるべく早い段階で春夏の商品を買うというのも、決して悪くないのかなというふうに思っています。すでにですね、多くのファッション系 YouTuber の方が、ユニクロ U の新作について語っているかなと思うんですが、このチャンネルでは30代、40代の大人の男性が着こなせそうなもの、これだったら間違いがないというものをですね、皆さんにレビューをしてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。今回は長くなりそうなので、前置きはこのあたりにして、早速内容に入ってみたいと思います。はい、ということで、ここからはですね、具体的に商品を見ながら解説をしたいなと思ってるんですが、こちらの方にですね、僕のスマホの画面を映して解説をしてみたいと思っています。まずはですね、トップ画像から見てみると、ちょっとですね、このスポーティーな短い丈のアウターを着ている写真が出てきますが、やはり毎シーズンですね、力を入れているものというのはトップ画面に出てくるので、このアイテムすごくいいのかなとは思うんですが、順番に見ていきたいと思います。様々なカテゴリーがあるんですが、まずはアウタージャンルですね。ステンカラーコートがあったり、トレンチコートがあったりだとか、春先に着れるようなライトな着丈の長いアウターが並んでいるんですが、まずはステンカラーコートですね。これに関しては、正直、秋冬にも同じようなものがありまして、僕も購入したんですね。これ、めちゃくちゃ良かったです。この YouTube チャンネルの中でもよく出てきたので、皆さんも知っていたりだとか、すでには持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、それとデザイン的にはほとんど変わらないと思いますね。素材感が少し変わってくるかもしれないですが、秋冬に買ったものをそのままスライドして、春に使うというのも全く問題がないので、持ってる方はスルーでいいと思いますし、僕も今回はこちらは買う予定はありません。かなり完成度が高いので、めちゃくちゃおすすめではあります。色はですね、ダークブラウン、すごくいい色合いで、春先にも着れますし、秋にも着れるような色合いで良いかなと思いますし、あとはブラックもね、定番的でいいかなと思うんですが、なんといってもダークブラウンですね。ステンカラーコート、まだ持ってない方、春用のコートというのはね、一着あると必ず春、秋両方に使えるので、間違いのない選択かなと思うので、これはお勧めできるかなと思いますが、僕個人はこれは買わないです。似たようなものを持ってるからですね。続いてトレンチコートですね。これまたですね、良さそうな感じですね。トレンチコートといっても、いわゆるですね、ベーシックなこうダブルな形ではなくて、シングルっぽく見えるかなと思うんですね。ちょっとこうステンカラーに近いようなデザインにも見えるんですが、簡略化されたトレンチコートという形で、これまた雰囲気がいいのかなというふうに思っています。色はですね、ナチュラルと、ダークグレーの2色なんですけども、おそらくですね、ナチュラルはかっこいいんだけども、人によって似合う似合わないが大きく分かれるかなと思っています。特に僕のチャンネルを見ていただいているようなベーシックな着こなしを目指したい方だと、ややこの色はですね、難しいかなと思います。おしゃれ中級者以上の方がこれを着こなすとすごく素敵かなと思うんですね。僕自身もですね、これ着るかというと、素敵だなと思うんですよ。上半身淡い色でまとめて、ボトムスをブラックだとかそういったもので引き締める着こなしだと、めちゃくちゃ良さそうなんですけども、やっぱりですね、汚れが気になるんですね。僕は一応子供が2人いまして、休日にこれを着たりすると、ロング丈のコートはそもそもですね、あんまりですね、こう、子供と遊ぶには適さないんですね。なおかつ、こういったちょっとこう明るめの色だと汚れが気になるので、僕のこう、ライフスタイルにはあんまり合わないかなと思うので、その点、ちょっとナチュラルはかっこいいんですが、僕が選ぶとしたらダークグレーかなとは思います。ただ、ステンカラーコートとあまり大きく変わらないようなデザインではあるので、前回の先ほどご紹介したステンカラーコートが、
ベージュ、ブラウン系なので、こちらをダークグレー系で選ぶのはありなのかなとは思ってます。価格的にも 12,900 円ということで、まあ、これぐらいですね、品質のいいコートが1万円台前半で買えるのであれば、かなり良いのかなとは思っています。あとはですね、まあ、ジャケット系なんかもありますが、個人的にはパスですね。あんまりですね、ユニクロでジャケットを買うということは僕自身しないので、これは、あんまり検討はしていません。あとはですね、オーバーシャツジャケット。これがですね、2つありまして、デニム素材のもの、こちらと、あとはですね、オリーブとブラウンのもの、2つあるんですが、まあ、この形はですね、まあ、すごくこう、最近のユニクロ U では多いですね。いわゆるシャツアウター的なもので、まあ、ちょっとこう、デザイン的にはカバーオールに近いのかなという感じがします。で、素材はね、デニムでこう、カジュアル感がありつつというところで、ポケットの付け方なんかもね、すごくいいですし、ボタンもこう、メタルになってるんですかね。この感じもちょっと今までのユニクロにはない感じで、個人的には雰囲気いいんじゃないかなと思いますね。非常にデザイン的には凝っていて、僕はこれ欲しいなと思うんですが、問題はですね、デニム素材で、ちょっとカバーオール感が強くならないかなとか、あとはカジュアルすぎないかなというところなんですよね。なんで、ちょっとこのあたりはどれを選ぶのか、僕は、少し悩んでいるところなんですね。こちらのオリーブですとか、あとはブラウンっていうところも、まあ、いいっちゃいいんですけども、ちょっと色合いが浅いというか、明るめなんですね。春夏ということで。これがね、カジュアルに見えすぎないかなっていうところが少し不安なところなんですね。ワークっぽく見えすぎてしまうと、ちょっとこう、大人の男性には着づらいかなと思うので、特にこのようなね、スタイリング、すごくかっこいいと思うんですよ。ただ、モデルさんの、ポテンシャルというか、持って生まれたこう、顔立ちとか、スタイルの良さというところに、ハマってるっていうのはあると思うんですね。僕ら世代がこれ着て、似合うかどうかっていうところは、実際に着ながら、よく検討する必要があるかなと思うんですが、個人的にはデニムとオリーブと、ブラウンだったら、まあ、おそらくこのオリーブがいいのかなとは思っていますね。この内側に白系の爽やかなニットとか T シャツを着てボトムスブラックで引き締めるみたいなスタイリングをするのであればこれもいいんじゃないかなと思うので7000円ぐらいですかね。価格的にも買いやすいのでいいんじゃないかなと思います。はい。続いてオーバーサイズフーデッドブルゾンですね。これがいわゆる一番最初のホームページの段階で出てきたアイテムかなと思うんですね。これね、多分賛否が分かれるところかなと思うんですね。まあ実際ですね、これはおしゃれ中級者以上の方が喜ぶようなアイテムだと思います。失敗するとおじさんのブルゾンっぽく見える部分もあるので、これはね、ちょっと万人にお勧めできるような感じではないと思うんですね。まあ、こういった着丈の短いアウターというのは個人的には大好きです。というのも、まあロング丈のコートもね、すごくいいんですが、僕もね、やっぱりこう子供がいたりだとか、外でアクティブに動くときにはですね、ロング丈って意外と邪魔になるんですね。ですので先ほどのシャツジャケット、カバーオールっぽいものだとか、あとはこういった着丈の短いものっていうのは結構使い勝手がいいんですね。そしてロング丈のものにちょっとこう、なんだろうな、秋が来てるときにはこういった短い丈のものなんかは新鮮に見えるかなと思うんですね。その点いいかなと思いますし、このパープルという色味ですね、これがどうかというところです。まあこの写真で見る限りは、割とパープルの中でも薄めで、まあ絶妙なところですよね。これがどう映るのか、おしゃれに見えるのか、それとも着こなすのが難しくて失敗するのか、難しいところではありますが、トライをしてみたいものかなと思いますね。なんかこう、賛否両論があるアイテムをうまく着こなすっていうのが、やっぱりおしゃれの楽しさでもあったりするかなと思うので、そういった点ではすごく面白みがあるアイテムなのかなと思いますね。で、この商品っていうのは、まあ実際にこの画像だけを見るのではなくて、ルックブックを見ていただくといいかなと思うんですね。今見ていただいているように、まあ着用している事例をですね、たくさん写真で撮ってるのが、このルックブックなんですけども、そこのこの写真を見ていただきたいんですが、やっぱりね、同じ商品でも写り方だとか光の加減でまた全然こう感じられ方が変わってくるんですが、これ見るとなんかパープルっぽさっていうのが割と抑えられていて、ちょっとライトグレーっぽいというか、その中にパープルさを感じるような色合いで、この画像で見るとめちゃくちゃいいと思うんですね。さっきの画像で見ると結構パープルの感じが強いので、
まあ実際に来た時にどっち寄りなのかなというところで、これが名作になるのか、もしくは意外と難しいのかというところが分かれるかなと思うんですが、あくまで中級者以上の方向けなので、万人にはそんなにお勧めができないかなというのが個人的な見解ですというところですね。まあ個人的には欲しいなとは思うんですが、まあ色はですね、2色、ブラックとパープル。まあ、ブラックだったらまあ本当にこうベーシック無難なところではあるかなと思うんですが、どうせこの形を着るのであればちょっと攻めたパープルというところでトライをしてみるのもいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてリブブルゾンですね。これも着丈の短い系のアウターですね。まあ、こういったねちょっとこう短いものを僕も好きなのでチェックはしているんですね。袖がリブになっていてちょっとこうたくし上げてもすごく雰囲気がいいんじゃないかなというブルゾンで、まあ、マスタードはなかなか難しいっすよね。かなり上級者じゃないと使いこなせないと。ナチュラルもねいいですけども、これも難しいですよね。まあ選ぶのであればダークグレーで、まあ重ね着ですね。この上になんか先ほどご紹介したトレンチコートとかステンカラーコートを着て、短いアウターの上にロングの丈のアウターを着るというのは、なんか着こなし方としてはすごくいいんじゃないかなと思うので、そういう使い方をしたいですね。まあどれを買うのか難しいところです、正直。この短いリブブルゾンなのか、オーバーサイズフーデッドコートなの、ブルゾンなのか、もしくはまあ、オーバーサイズシャツジャケットなのかっていうとこですね。で、ロング丈はトレンチコートを僕は狙っていますが、まあ正直言うと、これがめちゃくちゃいいよね。これは絶対に欲しいよねっていうものがなかったんですよ。まあそれぐらい目立ったものがあるというよりは、なんだろうな、使ってるうちにじわりじわりと良さを感じるような、ベーシックな中に少し、なんだろうな、癖があって、変化球を楽しめるようなものが多いのかなっていうような印象です。まあこれはこれですごくいいかなと思っていて、プラス J のアイテムもそういうものが多いんですよね。結果的に派手さはないんだけども、長く使えるという感覚なので、まあこのあたりもすごくですね、個人的には楽しみかなというふうに思っております。はい、続いてセーター、カーディガンジャンルというところで、まあ3型あるのかな。クルーネックセーター 3D のものですね。これ多分今もうありますよね。定番のもので。割とこれって、ですね、襟の開きが大きいんですよね。なので、まあ、下に白 T とか覗かせてあげながら着るっていう感じになるかなとは思うんですが、このざっくりな編み方っていうのが春夏っぽくていいと思いますし、ナチュラルカラーがね、すごくなんか柔らかみがあって明るさも出るのでいいんじゃないのかなとは思っていますね。あとはですね、まあ、このグレーもいい色だし、あとブラウンもいいですよね。なんかベージュ系のコートと合わせて、まあ、グラデーションでこうカラーをね、楽しむのもいいかなと思うので、この 3D ニットはね、すごくいいかなと思いますね。これはもうベーシックで大人の男性であれば着こなしがしやすいので、あとは襟の開き具合ですね。ちょっと僕も試着をしながら考えたいと思います。まあカーディガンはね、定番的なもので、まあそこまでデザイン的にはぶっ飛んだものではなくて、プラス J のものはこの腰位置にポケットがあって、その上にも二重であるみたいなデザインでしたが、こちらは、まあなんかこうボタンダウンのシャツのように、胸元にですね、ポケットがついているような、アクセントになってますね。まあ、使い勝手いいと思います。まあ、ベーシックで大人の男性にはお勧めできるようなものなんですが、まあ、めちゃくちゃ欲しいって感じではないというところが正直なところですね。はい、続いて、ニットポロシャツですね。これは派手さはないですけど、いいと思いますよ。まあ、ポロシャツって結構ですね、NG アイテムに挙げられることも少なくなくて、大人の男性というよりはおじさんっぽく見えがちなアイテムなので、なかなか難しいんですよ。ですが、まあ先ほどもちょっとお伝えした通り、こうギリギリのアイテムを着こなせると、おしゃれに見えるという法則があるんですね。で、このようなものをですね、結構おしゃれ中級者以上の方が、愛用してたりするんですよ。ジョン・スメドレーのニットポロシャツだとか、そのあたりはですね、もう名作と呼ばれていて、いわゆるダサかっこいいみたいなところで、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思います。で、サイズ感は、このポロシャツというのは、タイトにしたら本当におじさんっぽくなりがちだったりするので、ややゆったりめというところがすごく重要になってくるかなと思うんですね。で、これは最初からですね、少しゆったりめに仕上がっているのと、素材がニットということで、まあ、ニットポロというのはすごくね、まあ、ジョンスメドレーのものもそうなんですが、クラシックでなんか雰囲気も良かったりするので、これはね、個人的にはいいんじゃないかなとは思ってます。
まあ、色は難しいとこですね。ダークブラウンまで行くとおじさんっぽさが加速しないか、もしくはセンスよく見えるのか、このあたりは実物を着ながら見極めたいなと思うんですが、まあ、鉄板はブラック系じゃないですか。これだと、まあ、すごくね、ジョンスネっぽくて、なおかつサイズ感は今っぽいですね。ややゆったりめというところで、使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。これは僕は欲しいと思います。まだまだですね、着れる時期は先だと思うんですが、まあ、夏場にね、ちょっと1枚でトップス着るときに、どうしても T シャツ1枚だけだとシンプルになりすぎてしまう問題があるので、こういったニットポロシャツなんかはいいんじゃないのかなとは思ってますね。はい。こんなところで、セーター、カーディガン部門は、終えてですね、続いてシャツですね。まあ、ベーシックで使いやすそうなものが多いんですが、これといって、めちゃくちゃ欲しいっていうものがなかったというのが、まあ、正直なところですね。まあ、最近こういった半袖シャツで、袖丈が長くて、身幅もゆったりめのものというのはですね、トレンドになっていて、まあ、いろんなブランドから出していると。で、僕自身も好きで、去年の夏いろいろと着ましたが、まあ、その流れを組むようなもので、襟はレギュラーカラーになっていますと。で、まあ、このストライプの柄ですよね。ブラウンとちょっとこう淡い、ちょっとグレイッシュなブルーですね。の2色でできているんですが、まあ、なんか品が良さそうだなと思うんですよね。なので、ちょっと実物を見てからかなと思うんですが、ギリギリですね。おしゃれに見えるのか、なんかパッとしないのかっていうところは、実物を見ながら考えたいなとは思ってます。まあ、間違いなくですね、急いで買うようなものではないかなと思うので、まあ、じっくり検討されてみるのもいいかなと思います。この画像だけではわからないので、実際に発売になってからいろんな YouTuber さんが着用レビューが出すと思うので、それを見てからでも全然遅くないかなと思うので、これはまあまあという感じでしょうかね。あとはリネンシャツだとかストライプシャツとかあるけども、まあなんかこれといってっていう感じですかね。シャツに関しては個人的にはユニクロ U よりもプラス J、こっちが圧倒的にいいかなと思うので、まあ、僕の前の動画とかを見ていただいたりしながら、まだ買えると思うんですね。シャツ買うならプラス J がおすすめかなというふうに思っております。はい、続いて T シャツカットソージャンルなんですけども、ここもね、やっぱり定番的なものが多いですよね。エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツはもう名作中の名作と呼べるようなもので、まあ、新色がちょっと出されたというところで、まあ、トップに出てくるこのパープルですね。これいいんじゃないですか。あの品のあるパープル色で、まあ、グラデーションコーデなんかで使うときにはいいかなと思ってまして、さっきの着丈の短いですね、スポーティーなブルゾンと合わせるなんかも合わせてみるのもすごくいいんじゃないかなと思います。これ差し色としてすごくいいので、足してみたい色合いかなと思いますね。サイズは普段選んでるものよりも、あえてワンサイズ上げるぐらいで、ゆったり着こなしてあげると、このあたりの T シャツはいいんじゃないかなと思いますね。あとはお得意のボーダー系の T シャツですね。このあたりはね、個人的にはスルーでいいと思うんですね。どうしてもね、こうカジュアルさが先行してしまって、なかなか大人の男性が着るには難しいかなと思うので、僕はパスしたいなと思っています。まあ、クルーネック T シャツの長袖とかも定番で間違いがないかなと思うので、あえてここでは触れません。で、ここではですね、一番触れておきたいのは、オーバーサイズニット T シャツ5分袖ですね。これが間違いがないかなと思ってます。先ほどご紹介したユニクロ U の定番のエアリズムのちょっとこう、ね、袖丈の長い T シャツありますね。あの定番のものをニットで作ったような感じといったら一番わかりやすいかなと思いますね。あの、ニットポロシャツというのと、まあ、並列してすごく夏場に使えるのが、このようなニット T シャツなんですね。まあ、本当の暑い時には難しいですが、7月、8月なんかには、あとは9月ぐらいもね、使い勝手がいいのが、こういったニット T シャツで、まあ、素材感がニットだというだけで、かなり上品で大人っぽく見えるので、こういったニットの T シャツで、なんかこう、コンパクトなジャストサイズのものは多いんですが、オーバーサイズって意外と珍しいので、僕はね、これいいんじゃないかなと思ってます。色は、まあ、このグリーンもね、なんか洒落ていていいなと思いますし、あとはナチュラルだとかブラックだとか、このあたりは、ほんとね、何枚か、2枚ぐらいあってもいいんじゃないかなと思いますね。3000円ぐらいで、まあ、夏場にね、結構活躍するので、2色ぐらい買ってみたいなというふうに思ってます。なかなか名作と呼ばれるような気はしますね。おそらくすぐに売り切れるものではないので、冷静に判断しながら、着用されているところを見ながらですね、皆さんも検討していただければなと思っております。
はい、続いてラストというかね、ボトムスですね。まあ、ボトムスも様々な選択肢がありまして、地味に使い勝手がいいんですね。僕もユニクロ U のボトムスって、サイズ問題が僕はありまして、市販、普通のお店で売ってるものだと、一番ちっちゃいものでも僕のウエストには合わなかったりするんですね。ガバガバになるので、オンラインで最小サイズを買うことが多いんですけども、結構後から、あ、これ良かったなってものが多いんですね。まあ、中でも、まあ、鉄板なのはワイドフィットテーパードパンツっていうところで、これはね、去年も購入したものなんですね。色はですね、やっぱり使いやすいのはブラックでしょうね。ちょっとこうワイドなシルエットになっていまして、ユニクロの通常ラインではこういったシルエットのものってなかなかないんですね。だけども、下までこうワイドな感じというよりは、膝下から細くなるようなテーパード型になっているので、まあ、大人の男性がこうワイドパンツを取り入れるにはちょうどいいようなバランスになっているのかなというふうに思ってます。これはね、使い勝手いいですよ。まあ、セットアップで使えるようなものになっているんですが、僕は単品使いで非常に使い勝手がいいと思ってるんですね。まあ、ユニクロの定番のスマートアンクルパンツというところで、まあ、ベーシックなところは抑えつつも、少し旬なブラック系のスラックスということで、これは持っておくといいんじゃないのかなというふうに思ってます。あとはですね、デニム系もありますが、まあ、個人的にはちょっとデニムという気分じゃないかなというので、パスですね。あとはこのワイドフィットベイカーパンツですね。これもいいんじゃないですか。ちょっとミリタリーライクなディティールで、すごくね、ワイドパンツという中では、まあ、旬を感じるものですね。色は、まあ、こういったナチュラルで、あえて、ちょっとこう、着こなしに明るさを出してあげるのもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと最近は、ややワイド気味の白パンとかが、トレンドになってきてるので、その流れを組むこういったナチュラルは、これも一般的ではありません。中級者以上向けだとは思うんですが、一本あってもいいかなと思いますね。まあ、よりミリタリーライクなオリーブもすごくいいと思いますね。オリーブの中でも、カジュアル度の強い明るいオリーブではなくて、深めのオリーブなんで、個人的にはこの色合い、すごくいいんじゃないかなと思いますね。前回のこう、プラス J でもこのようなものがあって、僕も愛用してますが、これも使い勝手が良さそうです。ブラックも合わせていいなと思うので、このベイカーパンツは僕はウエスト70で欲しいなというふうに思ってますね。はい。他にもフレンチリブパンツとかね、このあたりも良さそうですね。まあちょっとパンツは実物を見ながらなんですが、まあリラックス感のあるようなこうゴムが入ったね、ボトムスでサクッと履くにはすごくいいんじゃないかなと思いますね。素材感がね、どうなのかなというところですね。まあなんか綺麗な感じ、上品な感じがね、出れば僕もいいなと思っていて、このあたりもちょっとチェックしたいなと思いますね。まあ明るめのライトグレーとか、オフホワイトナチュラル系のボトムスは、一本は今年欲しいなと思いますね。はい、そのあたりを試してみたいと思ってます。グッズはね、確かにあるんだけども、まあまあかな、まあ特に欲しいっていう感じじゃないです。ニットスニーカーね、まあ、靴に関してはやっぱり何足も何足もいらないじゃないですか。僕はもうカジュアルで履くスニーカーとかは3足あれば十分だと思ってるので、まあ、ユニクロでわざわざ買わなくても、まあ、もうちょっと頑張って買っていいかなと思うんですね。1万円から2万円ぐらいの間でちゃんとしたスニーカー買って、それを気に入った形で履いた方がいいかなと思うので、まあ、スニーカーまではユニクロで揃えなくてもいいのかなというふうに思っています。はい。こんな感じですかね。メンズは、まあ以上の形でお伝えさせていただきました。最後に女性ものですね。ここも少しだけチェックしたいんですが、事前に見ていまして良かったなと思ったのが、このフーデッドコートですね。まあ、ステンカラーコートのようなシンプルなコートに、まあ、フードがついてというところで、こういうものってなんか適度にカジュアルさが出るので、個人的には好きですね。マッキントッシュなんかのコートでも、こういったフード付きのものがよくやっていて、僕も一着持っていたりするんですが、まあ、こういったデザインいいかなと思いますね。色はナチュラルよりも、まあ、ダークグレーですね。この色合いが、まあ、やっぱり使い勝手がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ブロックテックなんですよね、素材がね。なので、まぁ、ちょっとこう、雨風にも強いというところで、機能的なので、あとは素材感がチープな感じがしなければ、これを購入するのもいいんじゃないかなというふうに思ってますね。まあ、女性物ではこの1点が気になるところかなと思っております。はい、ということで今回の動画では、先日発表になりました、ユニクロ U の春夏の新作のホームページの画像を見ながら、おすすめのものを皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、今年もね、いろんなものが出てきたんですが、まあ、全体を見て僕が感じることは、
派手さのあるものだとか、これはめちゃくちゃいいよねっていうのがあんまりなかったという印象なんですね。まあ、そんなに派手さはないけど、これってなんかちょっとトレンド感あっていいよねとか、使ってるうちにさらに愛着が湧くんじゃないかなというような、そういったこう派手さはないけども良さそうなものが多くて、そのあたりは個人的には好きだなというふうに思ってますね。まあ、以前ご紹介したプラス J もそんな立ち位置だったかなと思うんですが、そういったものの方が意外と今年だけではなくて来年も着れたりするので、まあ、そういったものが多いコレクションかなと思うので、ぜひ皆さん、もう大切なのは焦らず買うことだと思ってるんですよね。まあ、このようなですね、コラボレーション企画って毎回ですね、いろんなものが出てきますし、あとは僕も含めてなんですけども、様々なファッション系 YouTuber の方がレビューするので、どうしてもテンションが上がりがちだと思うんですね。で、急いで買ったけども、あんまり着なかったということも、ひょっとしたら少なくないかなと思うので、ぜひ冷静にちょっと落ち着きながら、まあいろんなレビューが出てきてからゆったり買うのもいいと思いますし、すぐに売り切れてしまうようなものは、正直あんまり出ないかなと思うんですね。オンラインに関しては結構ですね、誰かが紹介することで一気に売れてしまうっていうこともあったりするんですが、意外と店頭では置いてあったりもするので、急がないこと、本当に必要かどうかをですね、検討しながら買うのがいいかなと思うので、そのあたりもですね、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですとか、ベーシックさを基本としながらですね、いろんな動画を出していきたいなと思っていますので、ぜひ皆さんの感想だとかコメントもですね、書いていただければなと思っています。ちなみに皆さんが今回のユニクロ U で、これを欲しいなと思ったらとか、これを買おうと思ってるっていうものがあったら、ぜひコメント欄で僕に教えていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。